ジョン・マッカーシー、ジョン・マッカーシー、ジョン・マッカーシー、1927年9月4日から2011年10月24日は、アメリカ合衆国の計算機科学者で、認知科学者、マービン・ミンスキーと並ぶ初期の人工知能研究の第一人者。人工知能、アーティフィシャル・インテリジェンスという用語は、 彼が1956年のダートマス会議のために1955年に出した提案書で初めて使用され、またアルゴル言語の設計に触発され、リスプというプログラミング言語を開発し、タイムシェアリングの概念を一般化させた。1927年9月4日、マサチューセッツ州ボストンにてアイルランドからの移民の父とリトアニア系ユダヤ人移民の母との間に生まれる。 世界教皇の頃は、住居を転々としていたが、父が、労働組合、二職を得て、ロサンゼルスに定住する。都市を中心に活動する、共産主義者だった両親の影響を受け、アメリカ共産党細胞にも入党したこともあった。プラハの春で幻滅してからは、保守的な共和党支持者に転校していた。非常に聡明で、ロサンゼルスの高校を2年早く卒業した。 特に数学が得意で10代の頃近所のカリフォルニア工科大学で使っていた教科書を入手して独学で大学レベルの数学を学んでいた。その結果1944年にカリフォルニア工科大学に入学し数学については最初の2年間を飛び級で進級した。マッカーシーは体育の授業に出席しなかった。そのため カリフォルニア工科大学から追い出された。そこでアメリカ陸軍で兵役を積んで再入学を認めてもらい、1948年に数学の学士号を得て卒業した。カリフォルニア工科大学でジョン・フォン・ロイマンの講演を聞き、将来の方向性について影響を受けている。卒業後もカリフォルニア工科大学で学び続けていたが、プリンストン大学に移って、 ソロモンデフ・シェッツに支持し、1951年に数学の PHD を得た。マッカーシーは3回結婚している。2度目の結婚相手、ベラ・ワトソンはプログラマだが、登山家でもあった。しかし、1978年に女性だけの登山隊でアンナプルナ登庁を目指していた際、滑落して死亡した。3人目のキャロリン・タルコットは、 スタンフォード大学の計算機科学者で、後に SRI インターナショナルにて勤務した。また、マッカーシーは、自ら、無心論者を辞任していた。2011年10月24日、死去。84歳没。卒業後は、プリンストン大学で短期間勤めた後、1955年に、ダートマス大学で助教授となり、マサチューセッツ工科大学に移り、 1962年にはスタンフォード大学で教授となった。その後は2000年に引退するまでスタンフォード大学に勤務し、その後も名誉教授として留まった。マサチューセッツ工科大学に勤めていた頃にはすでに学生から愛情を込めてアンクルジョと呼ばれていた。また、ハッカー文化で有名な MIT の TRMC のメンバーでもあった。マッカーシーは人工知能のために 数理論理学を使って知識を表現することに尽力した。1956年、人工知能 AI に関する世界初の国際会議を主催。この会議に参加したマービン・ミンスキーも AI、研究者となり、1959年には MIT でマッカーシーに合流した。1956年秋、マッカーシーは MIT の研究奨学金を得た。 その後アルゴル設計委員会の委員を務めている。アルゴルはその後主流となる様々な新たな要素をプログラミング言語にもたらし大きな影響を及ぼした。1958年にはを提案し、それが後の質問応答システムや論理プログラミングに影響を与えることとなった。1959年リスプにおける問題を解決する手段として、 ガベージコレクション技法を発明。ラムダ計算に基づくリスプは1960年に発表されると AI アプリケーションのためのプログラミング言語として使われ始めた。彼は MIT でプロジェクト MAC の創設に関わったが1962年にスタンフォード大学で職を得て MIT を離れた。スタンフォード大学ではプロジェクト MAC のライバルとなる。 スタンフォード人工知能研究所の設立に関与した。1961年、マッカーシーは MIT の100周年記念式典でのスピーチでタイムシェアリングシステムの技術によって水道や電力のようにコンピュータの能力や特定のアプリケーションを販売するジネスモデルを生み出すかもしれないと述べた。このいわゆる コンピュータユーティリティという考え方は1960年代後半には非常に人気となったが当時のハードウェアもソフトウェアも通信技術も未熟であったために1970年代中頃には消えていった。しかし21世紀になるとこの考え方はアプリケーションサービスプロバイダに始まりグリッドコンピューティングを経てクラウドコンピューティングへと消化し再浮上してきている。 同僚のレスター・アーネストは、ロサンゼルスタイムズ市で、ジョンがタイムシェアリングシスムを開発しなければ、インターネットの発展はもっと遅れていただろう。タイムシェアリングは、様々な故障で呼ばれてきた。サーバーと呼ばれるようになり、今では、クラウドコンピューティングと呼ばれているが、それらはジョンが始めた、タイムシェアリングそのものだと述べている。マッカーシーの指導で、アラン・コトックが開発した。 チェスプログラムは1966年ソビエト連邦が開発したチェスプログラムと史上初のコンピュータ同士で対戦した。結果はマッカーシー側の2敗2分だった。1969年にはパトリック・ヘイズと共に人工知能の分野で常に議論の対象となるフレーム問題を提唱する。1978年から1986年にかけて 非単調論理におけるの手法を開発。1982年と呼ばれる軌道エレベーターの一種を考案した。ジョン・マッカーシーはしばしばネットニュース上で世界情勢についてコメントした。彼の考え方は自身の持続可能性、サスティナビリティに関するウェブページでも部分的にわかる。それは人の物質的な進歩が望ましく、 持続可能であることを示すためのページである。彼は、真面目な読書家で、楽天主義者であり、言論の自由の忠実な支持者だった。ネットニュースでは、特に、レック、アーツ、ブックスでの発言が多く、同カテゴリのサンフランシスコ周辺の読者の、今で言うオフ会に参加したこともある。2001年には、短編小説ザ・ロボットザ・ベビーを発表している。これは、 ロボットが感情を持てるかという問題をコミカルに扱ったもので今後インターネットやソーシャルネットワーキングがさらに重要になってくるだろうという予測を交えて書かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。